で、そういうのからいっぱいこう出ておりますが、まあその中の一つと思っていただければいいわけですけれども、まあこの海洋社交ダンスいい点としてはですね、他に比べて、まあ要するに男女が一緒にするということですね。別に男女ではなくても、同性同士、入所者の方と、まあ、いわゆる患者さんというと悪いですけどもね、患者さん的な方とアシスタント、ね、施設の方のアシスタントのような方が一緒にされるということもいいんですけれども、まあパズル的な要素があるダンスの、まあ、大げさに言えば足型を覚えるわけですからね、パズル的な要素があり、そして、男性女性のね、まあ体を触れ合ってね、ゆくゆくはですね、まだ最初はすごいことできませんけどもね、ゆくゆくはこう、まあブルースのようなね、こう2人でこういうふうに普通の社交ダンスのように組んで、今お見せしたのはブルースというようなものですね。それからジルバのような感じで、ここら辺がやっぱりね、こんな感じで踊れたら素敵ですよね。まあ果てはワルツとかね、いろいろ、したいとね思いますが、まあそんな風にですね、やっぱり2人で組むというとちょっと一人でする体操とかね、そういうのの延長上にあってですね、またちょっと、素敵な感じですね。相手をいろいろ動かしたりとか動かされたりするので、頭の方もねこう使うということになりますし、それから、最近いろんなね、まあ、そういう番組を見ておりますと、ユマニチュードといってですね、これは多分英語で言うとヒューマニチュードという、ヒューメイン、まあ、ヒューマニティ、人間的なことと言いますかね、ヒューマンビーングというのは人間、人類ですからね、ヒューマニテーションというのは人道的なことということですけども、まあ、そういうのの派生語で、ヒューマニティというのがあるんですけど、まあ、これ日本語になるとですね、まあ、医療とか介護の現場ではユマニチュードというふうに、HU はヒューとも言いますし、まあ、言うともなるので、ユマニチュードとか、ユマニチュードとこう言われてるわけですけど、これはまあ、簡単に言うと、介護の現場などでですね、やはり体に触れる、そして笑顔で接する、ということなんですね。そういうことによって、まあ非常に介護される方も穏やかな気持ちになる。まあ今、ダンスで当てはめれば、こう一緒に踊ったり、踊られたりといいますかね。ですからそういう意味でもですね、ただ単に一人でする体操よりは、もちろん一人でする体操も素晴らしいところたくさんありますけれどもね、一人でする体操よりは、やはり皮膚が接触する手とか肩とかボディが接触する、そういう点においてはですね、まあ一種のユマニチュードと言えるのではないかと思うような、そういう利点がですね、足型を覚えて、パズルみたいな頭を使うということでも脳が揺さぶられて、かなり脳細胞が活性化するんじゃないかと。それからやっぱり男女がねくっつくことによって、今言いましたユマニチュード的な観点からもですね、まあ素敵じゃないかと思いますので、そういうことを考えつつ、どういうダンスからいこうかと考えておりますけども、やはり一番簡単な男女のペアダンスのメレンゲからしたいと思います。ではまず第一協定といいますか、最初の部分をしてみたいと思いますが、ゆくゆくはこんな感じに、なりたいと思います。まあこういうふうに体を柔らかくしてですね、そしてこれはいろんな要素が、ね詰まっているので、まずね、こういうようなことを、まあ、最終的な目標としてしたいと思いますので、ゆっくり、それをですね、今日は、まあ、一番の章、ずっとですね、3、4回に分けて解説したいと思いますが、まず、椅子に座ったままで、この
まあ、予備練習のようなものをね、したいと思います。もちろん立ってもいいんですけども、足踏みですね。もう右足、左足、どちらからでもいいので、こういうふうにね、まず、そうですね、ゆくゆく足をですね、割とこう、靴を高く上げて、こうすることによって、足がね、結構、元気に強く動かせるようになります。やはり腰をどうぞですね、転倒して足を折ったりする。そういうことがありますと、もう本当に寝たきりになってね、余計、どうしてもこう、もう動けなくなってしまうと、いろんなもう認知症とか進んでしまいますので、やっぱりこの段差につまずかないようにするためにも、靴をしっかり持ち上げるということが重要なので、このダンスを通じてもそういうことが、そういうダンスをすれば、そういう予防にもね、すごくなります。で、座れば体重はかかりませんから、まあ座って元気よくね、こういうふうに、まず足を代わり番号に、ステップするといいますか、床が介護だと思って、ね、床が介護だと思って、足でしっかり、左右代わり番号にね、叩きます。一緒にやってみましょう、ね、まあこういうふうに立ってまずですね、あまり体操的ではなくてまずは個別に個別というか、ね、バラバラで、手は触れたりしないように、ねしたいと思いますがまず、いつも まずさっきのね、足踏みをしましょう。一応左足からしましょうね。1、2、1、2っていうような感じでね。で、肩も、まあそういう感じで柔らかくね、ちょっとこう回してみましょう。関節ももう本当にタコになったような感じで、タコか幽霊になったような感じで、柔らかくね、頭とかも少し、首とかも柔らかくして、ね。で、腰も少しこういう風に、左右に振るような感じにね、しまして、そして全体で、1、2、3、4、5、6を引き、8、いうような感じで、数字もいくつでも結構ですから、別に10まででもいいし、4まででもいいし、メレンゲ自体は2拍子ですけども、1、2、3、4、5、6を引き、8、9、じゃあちょっとこれをね音楽に合わせてみましょう。
男女ペアになって向かい合ってみましょう、ね、でまずこういうふうに、手をつないで、まあ、比較的だらんとこうお腹の前ぐらいに持ってきますね、そしてそのままこうやって動いてみましょうかね。で一応ですね、できれば男性左をステップするときは女性役というかね、向かい合った人はその向かいにある、反対足ですね、僕が左足をズドンとステップするときは相方は右足を向かい合った状態で反対足で、そうするとこうちょうど鏡のようになりますから、ただまあこれもアバウトでいいので別に反対足になっても構いません、ね、例えば両方右からステップすればこうなりますけど、ね、これでも構いませんが、一応、まあ、ゆくゆくジルバとかそういうものをするときに反対足の方が、理想的なので、ね、ではそのままの状態で手も少しこういうふうに、うん、機関車の、車輪のようにですね、シュッシュッポッポッというようなこういう感じで動かしながら足踏みしてみましょう、腰とかお尻も柔らかく肩も少し回す感じで柔軟体操を立ちながらしているような感じですね。膝をあまり前にしまうとダウンするので膝だけはこうステップした時に伸ばすようにするとですね、もうこれだけでもですね、ペアで組んでこれだけするということだけでもなかなか新しい新鮮な刺激になりますが、この足踏みをまあ比較的ゆっくりワン、ツー、スリーとワン、ツー、スリーも続けながらこういうふうに手を回してみましょう。内側から外側、そして外側から内側ですね、まあ円を描くとですね、円を描くので、アームサークルとかまたはレインボーアームというんですね、レインボーは虹のことですからね、虹のように、ね、希望がある場合ですね。ではこれもね、音楽に合わせてちょっとやってみましょう。Oh,